本日はネチェンジ株式会社2021年度第一四半期決算説明会のビデオをご覧いただきありがとうございます。代表取締役 CEO の木口洋平です。本日はこの6点の資料を準備しております。まず本資料の方針として、冒頭にですね、2、3行でこのスライドでお伝えしたいことを文章で記載をしております。ですので、投資家の皆様におかれましては、合わせて読んでいただければと思います。一方で、私のプレゼンテーションに関しては、あえてその内容をそのまま読むことはせず、投資家の皆様に CEO として特にお伝えしたいこと、このスライドにはあえて書いてないような話も含めてお伝えしていきたいというふうに考えております。それではプレゼンテーションを始めさせていただきます。今、世界がまさに脱炭素化に進んでいます。各種報道で今脱炭素化を目にしない日がないんじゃないかというぐらい、今世界的なトレンドになっていることは間違いありません。では、いわゆるこの脱炭素化、いわゆる CO2 というのは、どこで排出されているんでしょうか。それが右下の図の通り、なんと日本における 93% もの CO2 は、実はエネルギー業界から排出をされております。エネルギー業界というのは一体どういうことなのかと言いますと、ざっくり言うと、電力、ガス、ガソリンというこの3つの業界のことを合わせてエネルギー業界というふうに申し上げております。これがですね、今後、どんどんオール電化が進んでくる、さらに電気自動車が進んでくるなどでですね、この電力市場というのがどんどんいわゆるガスだりガソリンの市場に拡大していくと。よって現在13兆円の電力市場が今後 50% ぐらい伸びて20兆円市場になるというふうに見られており、つまり脱炭素というのはエネルギー業界の話であり、エネルギー業界というのは事実上電力産業であるということをまずご理解いただければと思います。私たちはそのエネルギー業界の中心にある電力業界において、テクノロジープロバイダーを目指しております。なぜ私たちが重要なのかというと、それは全てのエネルギー企業が2030年までに脱炭素社会を実現する道筋を立てないといけないという変革期にあります。思い出していただくと、まさに新型コロナウイルスで、ある日突然皆さんもテレワークをしないといけないと言われて、慌ててZoomを使い始めたというのが記憶に新しいかと思います。これと同じぐらいの大変革というのがエネルギー業界には今求められています。そもそも現時点で日本の 93% もの CO2 を排出しているエネルギー業界がたった今からあと10年で CO2 を排出しないための道筋を立てろと言われている。こういうまさに100年に一度というような大きな地殻変動が今エネルギー業界には起こっています。エネルギー企業にとってこの脱炭素化というのは決してファッションだったりとか差別化戦略とかではなく、むしろエネルギー業界がエネルギー事業を継続していくための生存戦略である、まさに生きるか死ぬかの問題であるというところにおいて、新型コロナにおけるZoomのような立ち位置というのを当社は今後今から10年で確立していけるというふうに考えております。ではどのようなことをすれば脱炭素社会というのは実現できるのでしょうか。ここに記載している通り、エネルギーの 4D というのが全て実現することが不可欠です。自由化、デジタル化、脱炭素化、分散化、この4つの D、どれが1つ欠けても脱炭素社会というのは実現しません。よってこの 4D というのは決して当社だけが言っているものではなく、大手電力、大手ガス、大手石油、加えて海外のエネルギー企業もいろんな各種資料の中で、
3D だったり 5D だったり多少表現は違いますが同じような話を、しております。当社としては、この 4D の中の1つ目自由化というのをプラットフォーム事業および残りの3つをデータ事業という形で、事業区分をしております。なぜ事業を2つに分けているかというと制度改革の時間が異なるからです。一つ目のプラットフォーム事業というのは主に2016年から20年にかけて制度改革が行われ、二つ目のデータ事業に関しては21年から24年といった時間軸において制度改革が行われます。見ての通り日本のエネルギー業界は2016年から2024年までかけた9年間をかけた大改革の、今真っ最中という状況です。なぜ今エネルギー改革が行われているのでしょうか。それは東日本大震災を経て日本中にエネルギー業界このままじゃまずいという危機感が始まり、よって2016年からの改革が始まりました。加えて、まさに黒船のようにグローバルのトレンドとして脱炭素化という大きな波も加わり、そしてよって内外の大きな変革圧力によりまさに100年に一度と言われるようなエネルギー業界の大構造改革が今行われています。先ほど申し上げた通り自由化に関してはすでに制度改革は大筋現時点で完了しておりますので、現在当社としては売上を最大化させていく局面だというふうに考えております。一方でデータ事業に関してはまだまだ制度改革の過渡期でありますので、新しいプロダクトに積極的に開発投資をしていくという段階だと考えております。この2つの事業をバランスさせて両輪を持って経営していくことにより前者として約 30% 以上の成長を今後も継続的に行っていけると考えております。当社の中期経営計画です。当社は2015年に創業し、創業5年で東証マザーズに上場いたしました。まだまだマザーズの中でも若い会社だというふうに思っておりますので、現在の状況におきましては、今売上高を最大化させ、売上高がまず100億円というのを2027年度までに目指していくという現在売上拡大フェーズにあるというふうに私たち考えております。その後、利益創出フェーズにおきましては、営業利益率 30% をめどに利益を出していきたいというふうに考えておりますし、この後、後ほど紹介する海外の会社におきましても、この利益創出フェーズにおいては、安定的に 30% ぐらいの利益を出していけると、出していっている実績がありますので、まずそこに到達する前に、現時点では投資家の皆様にご理解をいただきながら、売上100億円に向けて、しっかりと事業を伸ばしていきたいというふうに考えております。当社の創業の経緯を求めています。当社エネルギーの未来を作るをミッションに掲げています。私が一日本人として東日本大震災を機に被災地にボランティアとして、週末に訪問しエネルギー問題の重要性を目の当たりにしたことがまさにエネチェンジ物語の始まりでありました。このエネルギー問題は大変根が深い日本の未来にとって非常に重要な問題なので、私はぜひ人生をかけてこの問題に取り組んでいきたいと志し、イギリスケンブリッジ大学博士課程に留学をしエネルギーの研究を始めました。私たち2016年の電力自由化に合わせて登場してきた会社でありますので、まさに電気の比較サイトがやったらそういうの儲かりそうだなというような形でポットでの会社のように揶揄されることもありますが、決してそのような思いつきで事業を始めたのではなく、まさに東日本大震災に起因するエネルギー問題を解決したいという志を胸にこの事業を作ってきたつもりであります。私たちが提供する電力比較サービスというところにおいても、まさに私たち日本人国民一人一人が、どういった電気がいいのか、原子力の電気がいいのか、グリーンな電気がいいのか、
そうした私たち一人一人が電気を選ぶということが、まさに311に対する一つの答えだというふうにも思っておりますし、エネルギー業界を変革していくために、絶対に必要な草の根の力だというふうに考えております。私自身エネルギー分野で博士課程まで行い、エネルギー分野をライフワークとして日本の脱炭素化の道筋を立てるまではこの事業をやり抜いていく覚悟でおりますので、投資家の皆様におかれましてもぜひ長期的な目線で NHNG を応援していただければ幸いです。では、本決算の資料のエグゼクティブサマリーをご説明申し上げます。以下の4点となります。1点目、第一四半期に関しては過去最高の四半期売上高、ストック型収益と、大変いい結果を残すことができました。結果として第一四半期は赤字の基調予想をしておりましたが、それを上回る増収増益により黒字で着地をしております。2点目、プラットフォーム事業、電気の切り替えが大幅に伸び、一時報酬単価も伸びたことにより過去最高の売上高、なんと 133% の成長、そしてストック型も 38% と大変いい結果を残すことができました。そしてデータ事業も顧客数が 41% 伸び、過去最高のストック型収益を達成しています。さらに分散化、脱炭素化の新規プロダクトをこの今年に入ってすでに3つサービス公開をすることができております。4点目、通期予想に関してですが、現在基礎計画を上回る増収増益ペースではありますが、現時点ではまだ第一四半期終わったところでありますので、通期予想というのは据え置きというふうにさせていただき、第二四半期今走っているクォーターですけれども、は引き続き赤字予想というふうにさせていただければと思います。では詳細をご説明していきます。連結業績はこのテーブルの通りとなります。通期業績の予想に対しては現在 28.6% と進捗をしておりまして、昨年度との比較および基礎の計画との比較において、それを上回るペースで現在進捗をしております。売上高に関してです。四半期売上高、四半期ストック型収益ともに過去最高を更新しており、力強い成長を実現しております。セグメント別で見ます。左側のプラットフォーム事業、売上高 133% と大幅に伸びております。ストック型収益も 38% と、高い成長で伸びております。見ていただく通り、この非ストック型収益、具体的には一時報酬と言われるところが、大幅増加をしています。詳細に関しては後ほどご説明を申し上げます。データ事業、まずストック型売上は、きっちり 15% 伸びております。一方で売上高全体としてはですね、前年同期から 14% 減少というふうになっておりますが、よく見ていただく通り、たまたま前年四半期にですね、非ストック型の収益がボコッと、あるのが、要因でありますので、そうした意味において、この減少というのは、全く問題ない、計画通りの、水準であるというふうにご理解いただければと思います。売上総利益率に関しても、過去最高を更新しています。特にプラットフォーム事業、売上総利益率、大変高いですので、プラットフォーム事業の躍進により、総利益率なんと前年同四半期から 9% 上がり、約 85% という水準まで上がっております。よって当社の潜在的な、利益体質というところに関して投資家の皆様にご理解いただけるんじゃないかというふうに思っております。営業損益に関してです。先ほど申し上げた通り、もともと基礎赤字予想、第一四半期、第二四半期赤字予想でありましたが、第一四半期、結果的にそれを上回る増収増益により黒字で着地をしております。そして右側の、ユーザー獲得費用というものを調整させていただいている調整後営業損益に関しては、すでに3億を超える、四半期で3億を超える水準にまで伸びており、前年同四半期比較 163% と、こちらも大変強く伸びております。
こちらのチャート、今回から新しく追加をしております。コストに対して、うちの売上高に対する比率というのを記載をしております。まず左側、販売手数料、販売促進費というのが、大幅に伸びているように見えます。こちらですね、プラットフォーム事業の非ストック型収益である一時報酬の中から、まさにお客様にキャッシュバックでお支払いをしたり、パートナー様に販売促進費でお支払いをしたりするもので、あくまでももらう売上の中から一定率をお支払いするものでありますので、ユーザー獲得の増加とともにですね、今一時的に伸びている費用であります。ですので、ここの費用の増加というのは問題ないというふうに考えております。一方で、その他の残りの費用、特に右側のところですね、人件費やその他販管費といういわゆる固定費に関しては、売上とともに伸びていくコストではありませんので、売上の増加とともに徐々にこう右肩下がりに下がってきて、かなり健全な水準になってきているというところをご理解いただけるかと思います。続きまして、事業の詳細ご説明していきます。プラットフォーム事業の KPI ですけれども、ユーザー数 40% 増と、こちらも大変伸びており、加えてARPUが 67% 増と、なっております。特にこのARPUの伸びがすごいじゃないかというふうに見ていただくところあるかと思いますけれども、こちらは一時報酬というものが伸びております。当社は継続報酬と一時報酬というので2段階で電力会社様から獲得に対して報酬をいただきますが、この継続報酬というのはですね、電気代に連動する費用ですので、こちらはさすがにその大きく伸びたりすることというのはなく、皆さんのご使用される電気代に連動した費用、収益になっております。一方でこの一時報酬のところですね、一時報酬のところというのが、電力会社さんが、Nチェンジのプラットフォーム上でより競争し合っていただくことで、このどんどん単価が競り上がっています。昨年度、一昨年度ではそれが3000円とか5000円という単価のレベルだったんですが、この第一四半期に関しては1万円を超える水準まで、上がってきており、それがARPUの上昇要因になっております。よく投資家様から、これじゃあどれぐらいいくんですか、これは持続可能なんですかというふうに、聞かれることが多いんですけれども、電力会社様の、収益構造およびいわゆる LTV、顧客の期待収益というところから逆算してもですね、1万円から2万円の水準というのは、十分健全な水準の範囲内というふうに当社では考えておりますので、現時点の足元においても、および今後においても、同水準以上で推移していくというふうに考えております。続きまして、データ事業です。データ事業は顧客数が 41% 増という形で、特に主力の eMAP を中心とした新規顧客の獲得進んでおります。こちらはですね、まずは70社から100社ぐらいをめどに、国内でこの顧客数のシェアを上げていくことを目標にしておりますので、まず当面はこの顧客数の KPI をしっかりと追っていきたいというふうに考えています。一方で ARP、下がってるじゃないかというふうにご心配いただくかもしれませんが、前のスライドでもあった通り、あくまでも一時的な報酬がたまたま一昨年度の四半期においては、ごめんなさい、昨年度の四半期においては、乗っていたことが要因ですので、むしろですね、前四半期、昨年度の、Q4 というふうに比べていただくとですね、まあ、ほぼ同水準が維持できているというふうに、お考えいただければと思います。顧客数が 41% 伸びているにもかかわらず、しっかりと、四半期で450万という、まあ、かなり高いARPをきっちりと維持できているというところを、ぜひご評価いただければと思います。最後に SaaS 銘柄をご覧の投資家様のご要望にお答えして、新たな指標としてネットレベニューリテンションを開示させていただきます。これは私たちの顧客である電力ガス会社からいただくストック型収益が毎年増加しているかどうかを示すものであり、ARPを取り上げる取り組みというのができているかを示す図になります。ネットレベニューリテンションは 129% と他の SaaS 企業と比較しても、健全な水準になっているというふうに理解をしており、まさに既存のお客様に対して私たちのサービスがご満足いただけ、結果としてARPが上がるような取り組みが、様々できているということが、ご理解いただけるかと思います。
続きまして、2つの事業をそれぞれ詳細にご説明させていただきます。まずはプラットフォーム事業です。当社のシェアについて、記載をしております。前回までのですね、シェアの記載では、家庭向けのシェアの記載しか、できておらず、法人向けのシェアがないじゃないかという、ご指摘もいただいておりますのでしたので、当社の方で、少し開示方法を見直して、今回からこちらの方の開示にさせていただければと思います。一方で継続開示の観点で、昨年、前四半期までの、やり方の開示に関してはアペンディクスの方に入れておりますので、そちらも合わせて、ご覧いただければ幸いです。まず左側、日本における新電力のシェアの推移というのを記載しております。家庭向け 18%、法人向け 29.5% となっております。なぜ法人の方が高いのかと言いますと、法人の方が電力の自由化の歴史が長いからです。法人は2005年というのに電力自由化がされている一方で、家庭向けというのは2016年と約10年の開きがあり、それによって電力自由化の浸透度が異なります。右側、新電力をご利用されている方の中でエネチェンジをご利用いただいた人の比率というのを記載しております。これが家庭向け 1.3%、 法人向け 1.8% という形でともに右肩に伸びてはおりますが、まだまだ 1% 台というような小さな数字になっております。これがどれぐらいまで伸びるのかというとですね、まさに右側、逆に言い換えると新電力をご利用されるときに、エネチェンジのようなオンラインで電気を買える人がどれぐらいいるんですかというふうな、質問に、変えられるというふうに考えております。海外の事例を見ましても、および当社の足元の業績を見ましても、今 1% は小さすぎるという水準だと思ってますので、これが 10% から 20% という水準には数年で上げていけるというふうに思っておりますので、まだまだここの右側の数字、貪欲に上を追求していきたいというふうに考えております。続きまして、新電力の上位の会社って一体どういう会社がいるのかというのが、なかなか投資家の皆様にはご理解いただきにくいかなと思いましたので、今回家庭向けと法人向けの上位10社というのをそれぞれ公開をしております。見ていただく通り、基本的には大手ガス、通信、石油、住宅メーカーというのがほとんどであり、さらに法人の方にはですね、東電の子会社、九電の子会社といったそうした、大手電力系の、新電力も上位に、名を連ねております。後ほどご説明する F パワー社を除くほぼ全ての会社と当社はすで、に提携関係にあり、オンラインでのお客様獲得、協力しております。一方で彼らはですね、皆さんオフラインのチャンネル、訪問販売だったりとか店舗だったりとか、そうした彼らの独自チャンネルが大変強く、よって主要な獲得経路というのが、オフラインになっているということが、この名前からも、皆さんご推測いただけるんじゃないかと思っております。当社としてはですね、もちろんオンラインを中心とした会社ではありますが、オフラインを捨てているわけではありません。オフラインを強化していくために、不動産管理会社様や金融機関、省エネコンサルティング企業などですね、さまざまなオフラインを強みとする会社とですね、パートナー戦略というものを、行っており、現在325社、前年同期比 46% という形でパートナー数の拡大、かなり積極的に行っており、それに伴いパートナー経由での獲得というのも増加をしております。続きまして、前のスライドでありました、販売手数料、販売促進費用、販売手数料が増えているじゃないかというところに関して、より詳細に解説をしたスライドになります。 LTVCAC という水準が3倍が健全性の目安だというふうに、SaaS 系の業界では一般的に言われておりますが、今足元のユーザー獲得がどんどん好調に推移をしたことで、結果的に今 5.3 倍という水準まで上昇しております。
販売手数料及び販売促進票というのは増えておりますが、こちらはですね、いわゆる一時報酬の中で電力会社様がいただいたものを、一定率、外にお支払いするというものですので、当社としてはですね、絶対に赤字にならないという形で、まさにこの LTVCAC は傷まないというような形になっているため、結果としてですね、ユーザー獲得の増加に伴い LTVCAC が大幅に上昇しているという状況になっております。逆にですね、投資家の皆様からご指摘をいただくようにですね、逆にちょっと経営が少しコンサバティブすぎるんじゃないかと、むしろこんなに LTVCAC を5倍とかにせずですね、ちゃんと3倍になるように適切な投資を行い、もっと売上の成長を最大化すべきじゃないかというふうにお叱りをいただくことも多くあります。見ての通り左側のところですけども、広告宣伝費というものが大変小さい金額で、かなり私たちも保守的な経営を現時点において行っておりますので、今後少し広告宣伝費の投下などを強化していくことで、この LTVCAC を3倍に近い水準まで下げていきたいというふうにむしろ考えております。続きまして、この第一四半期における主要な実績2点ご紹介させていただきます。投資家の皆様から大変ご心配いただいたこの1月の JPEX 価格の高騰に関してまとめております。結果的には右下にある通り、前年同月比では 1.5 倍を超える大幅な獲得増加につながっており、当社としては結果として大変いい四半期になりました。 F パワーという会社が上位100社の中で唯一本影響により事業停止に追い込まれたという各種報道がなされておりますが、当社は取引先ではありませんでした。なぜ取引先でなかったのかというところで言いますと、F パワー社は過去にも債務超過等々での報道がなされたことがあり、当社としてはですね、中長期で安定した電気を供給できる会社しか、お客様、ユーザー様にですね、自信を持ってご紹介できないという形で、大変厳正な、取引先選定基準というのを、設定しております。そうした結果、私たちが今、お取り組みをさせていただいている52の電力会社は、まさにこのような JPEX の問題があっても、事業の根幹が痛むことはなく、結果として当社の業績に悪影響を及ぼすことがないというような形になっておりますので、今この52社というのが闇雲に増やすのではなく、まさにこのいいパートナーと一緒に日本の電力自由化を推進させていくということの意味をご理解いただければと思います。2点目、一度新電力に変えるともうそれですでにお得になってしまったり、セット割引になってしまって、値チェンジにもう一度して電気を変えるメリットはないんじゃないかというところを、多くの投資家様からご心配をよくいただきますので、最新の数字をこのようにまとめております。左側、先ほどの図にありました、新電力の上位、で電気を変えた場合で、どれぐらい安くなるのかというところで、大手ガス通信の、プランをまとめております。結果としてですね、一般的な家庭であれば年間、3000円から、せいぜいセット割まで全部込みで、6000円ぐらいの削減額というのが、実際のところです。一方で、まさに皆様、スマホでエネチェンジ見ていただくとですね、一番上に出てくるプラン、3万円以上安くなります。キャッシュバックという効果も入っておりますが、まさにですね、オンラインはそうしたオフラインとは違うその営業コストがかからない分ですね、電力会社がオンライン専用で申し込む人限定のですね、こうしたキャッシュバックみたいなキャンペーンもしてくれています。そうしたことで明らかにですね、エネチェンジをご利用いただいた方が、お得になるという、メリットという、エネチェンジを使うメリットというのは極めて明確だというふうに考えております。そのためですね、現在においても一度すでにオフラインで大手ガス通信の電気契約に変えた人からですね、オンラインでチェンジでさまざまな違う会社に切り替える人大変多くいらっしゃり、かつどんどん毎月増えています。
よってですね、大手電力から、大手ガス通信等々に、変えていただくということ自体はですね、決して当社にとってネガティブな話ではなく、むしろ、ナーチャリングと言いますけれども、電力自由化ってこういうことですよと、別に電力会社を変えても、電気が停電することもなければ電気の品質が変わることもありません、安全で安心な電気の切り替えですよというのをですね、まず皆様一度どこかの会社でぜひやっていただいて、そしてそこである程度皆さんの経験が積まれればですね、自然と人はオフラインからオンラインにやってきて、あれなんかネットでスマホで見たらもっといいプランがあるじゃないかというふうによってエネジーエンジンやってくるというふうに考えておりますので、少しは時間はかかるかもしれませんが、こうしたオフラインからオンラインの移行によりですね、当社の現在 1% と言われる小さなシェアはまだまだ 10%、20% という水準まで伸びていけるというふうに確信しております。最後にですね、前回の決算資料でも入れておりますイギリスの事例に関して、2020年度の決算資料がアップデートされていたところだけ更新をしております。結果としてですね、売上はほぼ変わらず、2番手のマネースーパーマーケット社電気の切り替え事業で、約77億円と水準の売上を出しており、推定のイギリスの電気の切り替えにおける、市場規模は約300億円というふうになっております。日本はですね、イギリスの2倍の市場の規模があり、そしてエネチェンジは、1番手およびかつほぼナンバーワンオンリーワンのプレイヤーというところも考えてもですね、現在の当社のこのプラットフォーム事業の売上約10億円というのが小さすぎると、逆に言うとプラットフォーム事業単体で100億円という売上が狙えるというところに関してご理解いただけるんじゃないかというふうに思っております。続きましてデータ事業です。脱炭素化というトレンドは決してこれは日本だけの地殻変動ではありません。欧米をむしろ主導とする世界中の、エネルギー会社が全て脱炭素をしていかないといけないという、状況に、追い込まれています。ですので決してですね、日本人だけでどうしようどうしようと議論しても仕方がないので、世界を見ながら、適切に日本の経営をしていくということが、最も重要になっていきます。自由化に関しては、先ほどのスライドの通りイギリスが先進国ですので、私たちイギリスを見ながらプラットフォーム事業に関しては運営をしてきております。一方で今から申し上げる残りの3つの D に関しては実はアメリカの方が進んでいるところも多くあります。ですので適切にイギリス、アメリカを含めた海外を見極めていくこと、経営として大変重要です。どうやって私たちがやっているのかというところに関してご紹介をします。私たちはイギリスケンブリッジで創業した会社で、現在もロンドンに子会社を有する日本のエネルギー業界の中で世界で最もネットワークを持っている会社だというふうに自負しております。左側にある通り当社エネチェンジインサイトベンチャーズというプログラムを運営しており、それによりですね、約年間600社の欧米のエネルギーベンチャーを調査し、約年間330社と実際に面談なり事業提携の協議議論をしております。そして右側にですね、当社が参画するファンドを利用して年間3社ほど今後戦略的な資本業務提携を行っていきたいというふうに考えております。現時点においてはですね、この投資先まだ発表できませんが、かなり近いうちに皆様に続々と発表できていけると思っておりますし、こうした戦略的な資本業務提携を軸に当社としては効率的にプロダクトラインというのを拡大していきたいというふうにも考えております。データ事業のプロダクトロードマップをご紹介します。データ事業はまさに今プロダクト開発のための先行投資をしていますと言っている一方で、まさに皆様にですね、どういうプロダクトを開発しているのかというロードマップ、公開しておりませんので、今回、改めて、初公開という形にさせていただきます。そして、この
マトリックスという形で準備をしております。縦軸は当然エネルギーの 4D という形であるんですけれども、横軸ですね、横軸を新規顧客獲得、顧客エンゲージメントおよび需給計画というこの3つに分けております。どういうことかというとですね、電力会社の業務をすごくざっくり言いますと、新しいお客さんを獲得します。そして獲得したお客さんをよりエンゲージメントする、要はちゃんと長く使っていただくようにいろんなサービスを既存のお客さんに対して提供する。そしてその人たちに対してですね、電気を供給しないといけませんので、電気のですね、発電側との計画をちゃんと立てていく。この3つのコンポーネントで、すごく簡略化して言っておりますが、電力会社の業務は成り立っております。当社の主力商品である eMap というのは、お客様がですね、スマホで簡単に電力会社に申し込めるようなサービスを提供しておりますので、まさにこの位置づけにおいては、デジタル化の新規顧客獲得というところに位置づけられるサービスだと考えています。2つ目の当社の主力商品であるスマップというのは、これは既存のお客様の電力データを解析し、サービスを充実させていくシステムですので、こちらはですね、デジタル化の顧客エンゲージメントというものに該当するサービスだというふうに考えております。その他残りの部分がですね、約10ものプロダクト開発が現在水面下および今トライアルという段階で進んでおります。今日はですね、この第一、2021年度で発表した2つのプロダクト、脱炭素化と分散化に関して、簡単にご紹介をさせていただきます。1つ目、脱炭素化のプロダクトとして、日本自然エネルギー様、東京電力の子会社でありますけれども、ですね、当社が、グリーン電力証書というものをオンラインで買えるプラットフォームというのを発表しました。まさにですね、今この脱炭素化が求められている中で、じゃあうちの会社も脱炭素にしたいんだけど、どうしていいかわからないと。で、誰に相談すればいいかもわからないし、そもそもなんかそれを相談したらいくらかかるのかもわからないという悩み、大変多くいらっしゃると思います。シンプルです。ぜひですね、グリーンカートというふうに検索をしていただき、そこでですね、皆様が、オフィス、会社でご使用の電気、使用量をですね、入れていただき、それに合わせた、グリーン電力証書をですね、ネットで買っていただくだけで、すぐこの右のようにですね、電力証書が、発行されます。これは世界でも、通用する、まさに脱炭素の、証明書になりますので、もうこれでですね、皆様は、うちは脱炭素してますと、言えます。実際ですね、この右側のある通り、エネチェンジ社がまずですね、私たちがまず、オフィスで使用する電気すべてをですね、グリーン電力証書を、購入することにより、私たち、エネチェンジ社は、脱炭素の電気を、利用しております。まさにこれを、聞いていただいている投資家の皆様もですね、ぜひ、皆様の投資先、もしくは皆様ご自身もですね、ぜひ私たちのサービスを使って、脱炭素というのを実現していただければ、幸いです。2点目として、分散化における取り組みで、イギリスの、キウイパワー社との日本独占提携というのを締結いたしました。キウイパワーというのは、世界最大手の、VPP、分散電源を制御する技術を持っている SaaS 会社、の一つでありまして、そことですね、私たちエネチェンジが、連携することで、今後日本でも、1000億円市場と言われる始まる VPP 市場に対して、まさに SaaS 事業者として、参入をしていくと。ような取り組みとなっております。前回のですね、決算説明で、エネチェンジ DR というものも、発表させていただきました。それとこれどう違うのかということが、分かりにくいとおりますので、逆にここにまとめております。前回ご発表したエネチェンジ DR というものは、この分散化の新規顧客獲得、
つまり今眠ってるですね、蓄電池だったり自家発電だったり、そうしたリソースをですね集めていきますよというのが NHNGDR になっております。一方でですね、この NHNG キウイというのは、そうやって集まったリソースをですね、コントロールして、それで市場で自動で取引とかをすることでですね、まあ、収益化していきますよというのが NHNG キウイになっています。ですのでまさにですね、この左側のところが NHNGDR、 そしてその次の右側のところが NHNG キウイという形で、この2つの事業がですね、相互にシナジーを持って事業運営していけるからこそ、 NHNG はエネルギー業界でこの大変強い立場で事業展開を行っていけるということをご理解いただければ幸いです。最後にですね、投資家の皆様からプラットフォーム事業の海外事例は大変分かりやすいので、むしろデータ事業の海外事例ないのかというふうに前回ご宿題をいただきましたので、調査をしてまとめております。結論ですね、先ほどありました通り、データ事業、特にデジタル化に関してはアメリカの方がイギリスよりも進んでますので、アメリカの方に類似の企業が多くあります。その中で2つ主力を挙げておりますが、1つはオラクルユーティリティーズオーパワーという会社で、もともとはオーパワーというベンチャーでニューヨーク証券取引所に上場し、その後オラクルが約585億円で買収をした会社になっております。加えてアップライトという会社は現在まだ未上場でありますが、まさに時価総額1000億を超えるユニコーン企業というふうに期待をされております。この2つの会社、基本的には北米の電力ガス会社に対して、まさに私たちがやっているようなこのエネルギーSaaSというのを提供している会社でありまして、当社のデータ事業とやっていること自体はそこまで大きく変わりません。特にですね、特徴として見ていただきたいのがこの顧客数ですね。どうしてもですね、対サービスの対象先が電力ガス会社になりますので、この顧客数が何千とか何万とかにはなりません。やはりこの100とかっていう単位ではあるんですけれども、そうしたですね、一つ一つの電力会社ガス会社に充実したサービスを提供していくことで、売上高が100億円を超えるようなところまで、両社とも成長しております。当社もですね、まずは現時点では、顧客数を伸ばしていく方針で取り組んでおりますが、今後はですね、しっかりアープも、どんどん上げていくことによってですね、このデータ事業単体でも中期的には売上100億円を超える水準まで伸ばしていけるんじゃないかというふうに考えております。最後になりますが、21年度の通期業績に関してまた改めて簡単にご説明申し上げます。冒頭申し上げた通り、現在期初を上回る期初計画を上回るペースで進捗をしておりますが、まだまだ第一四半期終わったばかりではありますので、通期の予想としては据え置きというふうにさせていただきます。詳細に関してはですね、業績公表時の地点との差分、前提が変わっているところに関してこのように対比表という形で準備をしておりますが、プラットフォーム事業、予定よりも多少、上振れるという形で進んでおります。データ事業は、あくまでも計画通りで、順調に進んでおります。その他利益に関してはプラットフォームのところが上振れた分、連動して利益も上振れるというような形になっております。改めてですが、第2四半期は引き続き赤字という形で予想させていただきます。最後に、当社4月から取締役体制が多少変わっておりますので、スティルマトリックスを作成させていただきました。今回藤田健一氏の取締役参入により、まさにエネルギー業界、日本のエネルギー業界のオールスターと言ってもいいようなメンバーが我々経営陣に揃っているんじゃないかというふうに自負しております。藤田さんの参入の目的としてはですね、まさにシーメンスというのは世界最大のエネルギーテック企業と言ってもいい会社の日本法人の CEO を務められた藤田さんのご参画によりですね、私たちのこのスティルマトリックスというエネルギーテックと
というところ、およびさらに海外動向というのを強化することができました。大変現在、エネルギーおよびコーポレートガバナンスにおいてバランスの取れた経営陣が出来上がっているというふうに私は考えております。加えて、当社、イギリスの子会社、スマップエナジー社は、もともと持ち株比率は 80% 程度でありましたけれども、すでに 100% 完全子会社化を、完了しております。目的としましては、よりですね、イギリスの子会社と一体的に、完全に一体となって、運営をしていくことで、まさに当社の主力商品であるスマップを強化していくのに加えてですね、まさに海外ネットワークをより一段強化をしていき、今後の特にデータ事業の成長に生かしていきたいというふうに考えております。以上、長くなりましたが、当社の決算説明資料、ご説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。